不幸だったよね。そうですね。うん、仮に、この、えっと、今いる家があって、うん、そこから引っ越しました、うんあ。自由が丘の時ってどうだったんですよ。それ、あの、自由が丘の家に行って、片頭を送りましたで。別の場所に住みましたと、うん、で、また元の家に住んだわけじゃないですよね。違う、全然違うところだよまた先輩機っぽいだから。あ、そうなんですね。うん、<ー>でも、自由が丘の中でも、やっぱあるからねあ。自由が丘の中でもあるんですか。ある、それは、それね、一番北と一番南だったら、もう全然違うからね。 うんあなるほどそうでもう先生に言われたところに引っ越していく、はい、だけどさやっぱりその引っ越す先の仮想が問題なんだよあなるほどまた部屋の形とかそう部屋の形がはい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 これが面白いんだよだからこの仮想も知らないよ仮想なんて知らないす聞いたこともないよ仮想、うん、なんて言われたってさえ「死んだら焼くんですか?」みたいな感じだよ <laughs> そっちですよね、うんはい 今一番メジャーな、ねうん、だけど本当にその家の仮装があってやっぱりそのいびつな形はもう本当に災いが起きるって言われてる通りなわけだよねでもやっぱり僕が住んでた家っていうのはやっぱり欠けと張りがやっぱ結構あったいびつではなかったけれども、はい、やっぱりそういう現象になっていくよねうん,うんそうなんですね これねすっげえ面白い話あるけど、はい、名前とかもそうなんだよね名前も関係あるんですよ。でね僕ね、はい、あのー、自分の会社の名前っていうのがあってね今の会社じゃなくて、はい、あのーまあ、会社がいくつある中で僕が一番初めに作った会社があって、はい、でその会社ってあの全部カタカナだったんだけど、はい、あのー。 沖縄にねめっちゃ面白い占い師がいるって言ってははははいいいいこの人やばいんだっていうわけはい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 でなかなか予約取れないって言われてで電話したのに半年ぐらい先だったのすごい大人気ですね大人気大人気占い師なわけでこの人は調整っっててのやくれるんだよどうういこ例えば例えばさ字がやっぱりその「難覚っていうのがあるじゃないはい、あります でやっぱりその画数通りの人生になっていくっていう人なの、うん、でこの人さもともと沖縄でさ、はい、有名な銀行で、はい、最年少支店長っていう今でも記録が破られてないもう超エリート中のエリートだった人が昔はさ銀行マンがいろんな家行くんだよね。はははいはい、はい 今ではそんななこととしてい思うけど訪問しててその時にその訪問先の人におじいさんにねすごい見込まれてやっぱ自覚が良かったんだろうね自分の名前の自覚が良かった時にもう私はその名前の専門家だ自覚の専門家だとでお前はその才能があるとだから俺の仕事を引き継げって言ったんだよねえすごい急ですねうんかこんな分厚いね 本くれたんだってへ<ー>でもこれがあれば、はい、もう専門家になれるって言って、はい、でその人はそれとね仕事辞めちゃったの銀行<ー>もう超エリートで超エリートし最年少支店長でもう記録を持っててこの前行ったらもう,ど、はい、も,うもしかしたら次期社長みたいな感じな人が、はい、もう突然辞めて、はい、もうそっちの道入っちゃったんだよ。えー、えそれだけなんかそのおじいさんが最高だったのかこの本の内容が最高だったのかっていう。 あ、だから、その人、もともと、だから、自分の自覚が、やっぱり、そっちを、はい、そっちに行く人だったんだね。ああ、そうなんですね。うん、運命を感じたん、ね。そう、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 だから。 その人もやめて自分もその自覚ってやつを勉強しだすわけだよ勉強しだした時にめちゃくちゃ面白いわけそれがそうなんすよで面白くてそれをのめり込んでいってやってるうちに自分も有名人になっちゃったっていうああそうなんだって今人気すぎてそうそうだから自覚調整って言って例えばさあのねマッチなんてあるじゃないありますニックネームでも大丈夫なんですよ どんな人間ですかっていうかそういう人はいると思うんですけど父と母どんな人間でだから例えば「モーニング娘。」って最後に丸がついてたでしょ丸がついてますあれも自覚調整なんだよあと角田博の星マークあれも自覚調整なんだよえ本当ですよそうあとソフトバンクの日本線っていうのも自覚調整なんだよついてるついてるついてますね日本そうだからああやって全部自覚調整で文字数を変えていくっていうことが するおじいさんなので僕のもともとは自分の名前を見てもらいに行ったの自分の名前を見てもらいに行ったら、はい、めっちゃ面白くて話があそうなんすでめちゃくちゃ当たってるわけめちゃくちゃ当たってるんですめちゃくちゃ当たってるわけこれやばいなこの人と思って、はい、でだからね沖縄に行くとね結構名刺交換した時にねその先生に見てもらってね、はいはい、名前に点々がついてる人いっぱいいるんだよ だだだだから自覚調整だからら調整点をつけるだけるなんだよ例えば1文字足りないとするじゃん、はい、ああこの1画足りないもったいない、はい、って時に名前のとこに漢字で「点」漢字じゃないあの点をつけるだけなんだよそれでもう1画っていうことにするわけだよええー、でみんなだからねひどい人になるとね点が20個くらいついてる人とかいるんだよ <laughs> それすごいっすねうん それってどこでで使えるんですよ名刺とかだから名刺から何から何まで全てサインする時も全部点をつけなきゃいけないのだから20個ぐらいある人大変なんだよもう <laughs>、うん、もう展示職人みたいになってるよもうそうですよね、うん、でも僕はたった1個なんだよえっそうなんですよそうだから僕の場合は「つゆき」っていうその「つゆの漢字の上に点を1個打つだけなのええー、そうなんですねそう 楽でかそれでまあその人もすごいんだけど実はその人の奥さんがすげえ人で奥さんが霊能者なんだよそうなんです奥さんが霊能者でお金払う時にね一言言言ボソわわれれるるんんだよでです俺その人に何て言われたかっていうとね自分の自己紹介も何にもしてないよ何にもしてないのにかかわらずあなた会社の名前変えた方がいいよって言われたんだよ。 っていうかなんで自分が社会社持ってることも言ってないのに、はい、分かるわけないじゃんそんなの、ね、サラリーマンかもしんないしさニートかもしんないしさ引きこもりかもしんないのにさ名前しか分かんないですねそうにあなたのあなたの会社変えた方がいいよ」って言われて「あなたの会社すごく惜しい名前だから」って言ってない,いじゃん会社の名前みたいなすごいえそれはどういうことですかとか言ったら、うん、いやいやそのね調整は主人に聞いてくださいとか言ってさでまた予約したよ 後月ぐらいだったかなそうなんへえこれで行ってみてもらったらそのおじいさんに「この会社の名前はすごいお金が入ってくる」って言われて「お金入ってくるでしょ?」って言われて「はいすごい入ってきます」でもそれ以上に出費も多いでしょって言われるわけなんで分かるんですか先生みたいなすごいそれは「1一く足りないからなんだよ」 だからこの会社はここに点を打ちなさいって教えてくれるわけこれでもう龍に翼が生えたごとく右肩上がりになるからって言われて、えーえー、でその日から点を付け出してから本当に業績が上がったんだよ、はい